よう。はいどうも。まだ、クリアは途中であるんですが、今回ちょっとね試したみたいことがあって、ということで今クリアを2回終わってます。2回で最終的に4回から5回なんですが、この2回終わった時点で、2000番で軽く中研ぎをしてみようと思います。これがどういう中研ぎをされる方っていうの結構いらっしゃると思うんですけど、これがどういうふうに影響を及ぼすかっていうのがちょっとわかんないんですけども、ちょっと試しにやってみようかなという感じですので、今回はちょっとまず中研ぎをちょっとしてみようと思います。で、中研ぎなんでそんな細かく取るわけではないです。軽くさっと、やる程度で、細かく取るわけではありませんので、ちょっとだけ研いで、だから力入れずにもうさーっと薄く1枚取るかなっていう程度でやってみようかなというふうに思っております。はい、ということで、まあ始めていきましたけど、これがね本当にどこまで効くのかっていうのはちょっと分かんないんですよ。なんせね、初めてやることなんで、だからまあ言ったら広い面だけを中心にやるっていう感じで行こうと思ってます。で2回しかまだ吹いてないんで、それが絶対この中研ぎをすることがいいのかどうかっていうのももう正直まだ分かんないんですよ。でそれがいけるんであればね、今後中研ぎも入れていくっていう風な方向でやってもいいかなと思って思うんですが、とにかくもう軽くね、まだまだ全然あれですよ、クリアは全然途中なんで、これやって実は悪くなりましたってなっても嫌だからね、もうゆず肌があってもそこはあまり気にしません。ゆず肌を取るとかっていう勢いで取るわけではないんで、とりあえず表面を一回2000番で整えてっていう感覚ですかね。だからそこまで細かく綺麗にしようというのは考えてないんで、とにかく軽く取り1枚薄くめくるかなっていうぐらいの感覚で、それでもこれ結構研いだらね、かなりのあれが色変わりっていうかね2000で研ぐんでね、今までずっと全部やってから2000で研いでたんですけど、ちょっと今回からいろいろとねちょっと変えていこうというのがあって、でその一環の一つですね最近ね、そこからまた全然関係ないんですけど、喉の調子が悪いというかね、まあ今もお聞き苦しいと思うんですが、痰がすごい絡むようになってね、喋っててこの程度ね、だからまだ全然取り残しはあるよっていう感じ。まあそれをちょっと軽くやってるよって、そう、ほんでなんでこんなにガラガラ声になるのかわかんないんですけど、まあまあ割とガラガラ声になるんですよ。
なんでだろうね、あの最近ね、あのいや毎日のようにね、あの仏壇の前でお経をあげてるんだよね。あの、まあ、うちの家の日課として、まあうちの母があれ、あのあげてるっていうのもあって、それに一緒に、母は朝と夜と両方やってるんですけど、そこに私らは夕方だけ一緒にの一緒にね、お経をあげるっていうのを、仏壇の前でお経をあげる、まだね一周期も何も経ってないですから、うん、母はやっぱりまだお経をあげてますけれども、毎朝毎晩ね、対話を、父と対話、父のねあれと対話をしたりとかしてますけども、まあ夜だ、夕方だけね、あの僕と嫁さんはそれに付き合いますけれども、でずっとお経をあげてるんですけど、そのお経の時にね、すっごい声が枯れるんですよ。まあね、うわー、どうしたんだろうなとかと思いながらね、特になんか、なんかしたってわけでもないんで、病気でも何でもないですからね、病気してるわけでも何でもない、体調もまあ至って普通ですから、ただ声だけがずっと枯れてる、痰が絡む、なんかあるんかね、まあどうでもいいこっちゃ言っちゃいいんですけれども、まあこんな感じでちょっと表面をちょっと軽く研いで、ここからまたもう一回クリアを塗ってどう変わっていくかですよね。これが失敗したらどうしようかな、これ途中で止めるかもしれない。でも2000番で研ぐぐらいだったら別に大したことはないと思うんだけどね、くすんだりしたらどうしよう。これなんせね、やったことないんですよ。やったことないけど、中研ぎをするっていう人がいるっていうのは聞いたことがあるんで、これがね、効くんであれば、多少はやってもいいんかなというふうに思っておってね、まあ、そんなに難しく研ぐ必要もなかろうと、中研ぎなんで、どうせこの上からまたクリア塗っていくんで、そんなに難しく取る必要もなかろうとは思いながらもね、まあ、2000番ですしね、上からクリアかけたら多分またクリアがはっきりと出てくるんだと思うんですけど、いかんせんもう前回の失敗がね、かなりね響いてるんですね。それがあるから結構な慎重さというか、まあ新しいことにチャレンジするちょうどいい機会なんかもというのはあるんだけど、これでねしっかりなんか表面がきれいになったらね、俺は中研ぎもありかなと思って、また一つ工程を増やすかっていうねことになりかねないんですが、こんなもんですかね。あんまりだからしっかり端っこまでやるつもりはないです。これで大失敗したらどうしようかね。中研ぎっていう話をね、なんかで聞いたことがあるんですよ。誰かがやってるっていうのは聞いたんですよね、だから一回やってみようかなと、中研ぎをどんなもんでやってる、皆さんね割と中研ぎはね飛ばしてるんですよね。
どういう風に中研ぎをしてるかっていうのは、うん、中研ぎをしてさらにクリアを拭いてで乾燥させましたっていう話はよく聞くんですが、この中研ぎ自体をこうやってで、ね、出してる方っていうのはなかなか見ないですね。中研ぎをして、うんっていう感じでね。これがどうなんだろうね、聞いてくれるんだろうか、仕上がりに。そこはちょっとやってみないと分かんない。もともと僕ここあの最後の取り出しの工程がすごい多いじゃないですか、まあ、今までのとか見ていただいてたら分かると思うんですが、でさらにこの中研ぎを入れるかっていう話ですよね。この中研ぎを入れることが果たしてきちっと出るか、京都出るかね、この辺はやってみないと分かんない。まあこんな感じでね、こんなもんかな、もうちょいかな。まああのあれを始めたんでね、スカイラインを始め、あのカラソニックスカイライン始めたんでね、そっちの方を進めたいんですけど、やっぱりこっちがやっぱりどうしても気になる。だから突然ね、あのカラソニックスカイラインの途中に突然こんな動画上げちゃいましたけど、やっぱりこの仕上がりっていうのは2回目ですからね、あのあれがなんだ、制作がね、制作っていうかボディがね、ボディ制作、ボディの塗装が2回目ですからね。しかも1回目大失敗した上での2回目ですからね、なんとか綺麗に成功させたいわけですよ。中研ぎがどのレベルで必要かっていうのは、ともかく置いといてですよ。こんな感じかな。あまり細かくね、やってもね、2000番だしね、あまり研ぎすぎるのも、あまり良くないでしょうし。で、この中研ぎを済ましたら、今度はまた、その上からクリアをね、まあ、やっていきますけれども。うん、こんな感じかね。いまいちよく分かってないっていうのがあるけど、よく分かんないままやってるのかよって言って。まあ、実験です、実験。実験です。実証実験みたいなもんです。これで。これが本当にいいのかというね。効いてくるのかというね。実験です。体を張った実験ですよね。これでまた、一個、ボディを。これ、でも、これこのボディ本当にダメになったら、もうこのキットやめるかもわかんない。ちょっと放置するかもしれない。うん、もしかしたらね、放置するかもしれないし、やらないかもし、あのまた続けるかもしれないけど、まあとりあえずね、そこはちょっと、さて一回ざっと拭いてみましょうか。だいぶね、ほとんどまだ、ゆず肌だなんだって全然残ってますよ。この程度でいいんであれば、まあ、中研ぎ一回入れるのも悪くないかなとは思うんですが、どうなんだろうね。こんな慎重に綺麗に研ぐ必要があるのかどうかもわかんないし、この辺ちょっと
はい。電話かかってきました。ちょっと今一回カメラ止めたんですけれども。まあ、こんな感じで。いけるか。どうか。は、ちょっともう、運次第ですね。これダメだったら本当僕、心折れるかもな。折れてしばらく放置するかもしれない。感じかな。そんなに必死こいて取らんでもよかろうとは思う。どうせこの上からまたクリア吹くからね、多少はルーズ肌残っとっても問題はないと思うんで、うん、問題はないと思いますよ。このほんで正式にはね、ちゃんと乾燥させてからしっかり取るんで、でまだね、だからこれだからクリア何回目かの途中ですからね。言うてもまだクリア完全に乾燥しきってないですからね。まだまだ。そしてこの上からまだクリアは吹くから。取れとけばよかろうかなと思う。あと3回2、3回は吹く予定なんで、うん、こんなもんでいいんじゃないですか。だいたい全体的にかけてみたから、大体こんなもんでやってみましょうか。まあ、吉と出るか凶と出るか、ここは分かんないです。こんな感じでね、ざっくりと。やりだしたらキリがないんでね、あんまりやらんように心がけてはいるんですがね、やっぱりどうしてもね、ちょっと気にはなるところは気にはなるんで、ダメですな、性格的にね。きっちりやらなきゃいけない主義が出るとこんなもんでしょ。はい、こんな感じでちょっとうっすらと一枚めくってみましたね。まだまだ全然あれはありますんで、ゆず肌とか全然残ってますんでね。はい、この上からまた続けて、クリアを吹いていって、でまた新たに乾燥期間に入りたいと思います。ということで今日は突発でございましたが、中研ぎをやったということでございました。はい、ではまた、今度こそお休みに入ります。はい、ということで今日はこの辺で、また次回お会いいたしましょう。さよなら。